ヘロー YouTube! イエス!時間の鬼まむしこと沢しげみです。今日はこちらをシェアしていきたいと思います。私の使命、神から使わされた命は人類のアップデートのために使うんです。そうです。私の使命で命を燃やしてこれらのことを実現すると、つまり AGI、人工汎用知能、今人工知能 AI ですね、ここにジェネラルっていうのが入って、汎用知能、今の、これっていうのはですね、人間と同じことをコンピューターができるようになるっていう、まあそういう意味です。そういったものができるんですか？できるんです。なぜならば、すでにここの頭の中にそれが物理法則として実現されてるからです。あとはこれのメカニズムをコンピューターに写像するだけです。そんなことできんのかよって、これは今いろんな研究者の方がですね、その種を作ってできるんです。だから私がやるんです。そしてブレインマシンインターフェース、BMI、ブレインマシンインターフェース、つまりブレインのマシン、コンピューターをつなぐデバイス、インターフェースですね。で、これは非侵襲性、つまり脳に直接ダメージを与えないものっていうのが今主流になってるんですが、これを脳に直接刺す、このデバイスが近いうちに必ず世界を席巻します。なぜならばそれは便利だから。ね、携帯電話便利だから、これだけ広まりましたよね。人間の科学技術っていうのは常に便利な方向に、別の言い方ですると言うと、人間がめんどくさくない方向に進むんです。すなわち、この技術が確立した暁には、すべて人間のこの便利さに耐えられず、すべての人間がこれを実装する世の中が確実に来るんです。それをやります。そして、まあ、ドローンインフラシステム。これをやるのが私の使命です。神から使わされた命の使い方です。ということで、今日は私の、使命、こちらについてシェアさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。イエー!